は、カレーザーウェルネスライフが始まりました。この番組はですね、カレーザーに移住したりデュアルライフを送られている方をゲストにお招きして、カレーザーのライフスタイルですね、あと、まあ、過ごし方などをお聞きしながらカレーザーの魅力を探り発信していこうという番組になります。改めましてカレーザートラベル&コンサルティングの友野と申します。今日もよろしくお願いします。フォレストコーポレーションの唐沢と申します。よろしくお願いします。はい、そして今日のゲストですね、田中義人さんに来ていただきました、はい、そしてあとリリちゃん、リリちゃん、リリちゃん今日はリリちゃんワンチャン連れで来ました。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に田中さんのですねプロフィールを簡単に、はい、じゃあ唐沢さんの方からご紹介いただきたいと思います、はい、田中義人さんご紹介させていただきます。元三菱 UFJ 信託銀行、はいにお勤めていらっしゃいました。上海の、での勤務を経験された中で非常に中国語が堪能でいらっしゃるということをお伺いしております。現在はですね、軽井沢でヨシトラストという不動産会社を経営されておりまして、不動産の売買、仲介、管理、またコンサルですね、行っていらっしゃって、さらにこれからは某大手企業のテレワークオフィスの管理でしたり、うん、カフェの運営もこの軽井沢で行っていかれる予定でございます。はい、軽井沢へは2006年に移住され、移住ではなくて別荘として、ね、ご支援られていて、2014年の退職を機に本格的に軽井沢へ移住されてこられましたということで、あります。はい、はい、ということで、そうすると2006年が最初軽井沢だったのが、まあ、そうですね、きっかけというか、そうですね、セカンドが、ですか、ね、ライフから始まり、今はもう定住ですね。そうですね、はい、最初その軽井沢に別荘を持つきっかけとかっていうのは、もう2006年でもう14年前ですかね。そうですね。どういう、いやもうちょっと生意気なんですけれども、実は小学校の頃に毎年学校でサマーキャンプに軽井沢来てたんですね。後ろに、はい、でそれで、まあ、今でもその学院の、小学生たちはみんな毎年来てるんですけど、その時にやっぱり軽井沢ってね素晴らしいところだなと。で将来やっぱり、まあ、小さいからね、うん、何でもこう夢を語るわけであって、うん、で軽井沢に移住したいなっていう漠然とした夢をねその時から持ってたんですね。小学生の時に本当にやっぱりね綺麗でね、周りが本当に畑で、でやっぱり浅間山の印象、もう綺麗な空気っていうのがすごく印象的で、そうめちゃ結構まだあれですもんね、もちろん新幹線もう全然アウトレットもない、景色ってやっぱ全然今もう本当真っ平らって感じ、で中軽井沢の駅から歩いてその学院のその宿舎まで、じゃあまだそんなに木もあれですよね、昔でそんな生い茂ってなくて、そうですね、結構真っ平らみんな高原のような、そうですね、畑だったかな、でその学院のところだけ森みたいな感じで木が移動としていくっていうね、それがもう本当に素晴らしいっていうか、まあ、こんなところ住めたらいいなっていうかね、サマーキャンプが終わる頃に、なんか東京帰りたくないっていうね、なんかそういう思いで、ここにずっと住めたらいいなっていうのを小さい頃からやってますね。長年の夢が、そうですね、本当にそうですね、6年そうですね、で、あとは2006年、ちょうど上海7年勤務したんですけど、2006年に帰ってくることになりまして、で中国ってやっぱりご存知の通りすごい空気が悪かったので、でそれで、まあ、上海にいる時からまあいずれ軽井沢に別荘を持ちたいなっていうような漠然としたこれも夢を持って、まあ7年間の間にですね空気のきれいなところに住みたいなって思っていて、でいざ2006年に帰任が決まってから急に動き出してですね、もう東京に帰ってきたらば、なんかやっぱりそのみんながですねスマホ、あスマホじゃない、当時は携帯、しかまあ乗ってなかったり見てなかったりとか、なんか僕が上海に行く前の東京と帰ってきたの東京やっぱりちょっと変わっていて、まあ、ちょっと乾いた印象を持ってたんですね。でこれだったらもう帰ってきたそこに軽井沢に別荘持っちゃおうというようなこともですね、であとは
結構帰ってくるときにいっぱいその上海でいろんなものを買って全部持って帰ってきたんで、はい、荷物が東京のマンションに入らなくて、だからそれで、まあ、入れるスペースも同時に欲しいっていうようなこともあってですね、それだったらもう早めにもうやっちゃおうと言って、それで2006年にですね別荘を購入するということになったんですね。でそれで金曜日会社が終わって、まあ、カナも会社だと思ったんで、で一緒に軽井沢に来て、でそれで日曜日の、まあ、昼過ぎぐらいにですね、また東京に戻っていくっていう生活をずっとやったんですけれども、もうやっぱり東京に帰る時になると、うん、帰りたくないなっていう、ね、サザエさん症候群が出まして、でそれでやっぱりもう早く軽井沢に住みたいなっていうようなことをずっと思っていて、でまあ あるタイミングで、まあもうやっぱり50歳になったら会社も辞められないなと思って、50前にですね、まあもうそれだったらもういっそ独立しようと、ということに至りまして、で2014年ですね、まあ結局会社を銀行を辞めて、でそれでまあ同時に独立もして、っていうことになったんですけど、まあこっちに来て何をやりたいから会社を辞めたっていうんじゃなくて、こっちに住みたいから、そこが目的で、今度はじゃあこっちに住んだら何を仕事をするかっていうのを後付けで考えたような感じで、でまあ、基本的にはその在庫を抱えるような商売っていうのをしたくなかったわけですから、だそれだったらコンサル業みたいな、いうのはまあリスクはないのかなと。なるほど、それだからさっきおっしゃってた、ヨシトラスト、そうですね、大企業されて、はい、なんその辺は今の、まあ、実際彼らでやられてる企業ちょっと簡単に、まあ、まだね社内が、はい、多いかと思うんですけど、そういう、はい、彼らで今不動産のですね、売買、まあ、仲介、あとは、まあ、コンサル管理みたいな、まあ、一応全般的なことをやらせていただいておりまして、でその他にもやっぱり、まあ、結構中華圏のお客さんなんかもいらっしゃるので、はい、まあ、それに対する通訳とかですね、まあ、その方に向けてのやっぱりコンサルとか、まあ、不動産の紹介とかっていうのも、まあ、合わせてやらせていただいて、いうことなんですが、まあ、本当私と家内だけの2人だけの会社のものですので、そんな手広くやってるわけでもなくてですね、まあ、基本的には私が、営業で家内がバックオフィスっていうので、まあ幸いにも家内がやはり同じ信託銀行、彼女も三井住友信託銀行なんですけれども、ずっとまあ不動産部にいたっていうことがありまして、まあ、私も彼女も、まあ、信託銀行員で、宅建を2人持っていたっていうことと、まあ、2人とも信託銀行で、まあ、トラストっていうことで自分の名前とトラストをかけてですね、それで一応ヨシトラストと、いうような感じでさせていただいてます、はい。まあ、それとあと新しく、まあ、これも本当にもういろいろご縁のつながりっていうことで、はい、まあ、今回某大手企業さんのですねテレワークオフィスっていうものが、まあ、今回軽井沢でオープンするんですけれども、こちらの方の、管理で、まあ、合わせてカフェも併設されるっていうことで、まあ、こちらの方のカフェの運営も、やらせていただくというような形で考えております。実はそのカフェには、はい、まあ、本当にそうなんですけど、自ら、私から人手がないもんですから、はい、まあ、初めての経験ということで、何事もやっぱりチャレンジ、経験と思いましてですね、とりあえずまたいろいろとご指導いただきたいなと思ってですね、新しいまたライフスタイルがここで、そうですね、はい、またスタートということなんですね、そうですね、はい、田中さん、どうですか、カリザに来られたから、まあ、最初は14年ですか、はい、別荘をお持ちになったら、でこうお気に入りの過ごし方とか、うん、あとは好きなスポットでもあるんですけど、どういうぐらいスタイルができるのかなと興味あるんですけど、そうですね、うん、まあ、やっぱり軽井沢っていうと、うん、やっぱ一番気持ちいいのは朝なんですよね、うん、もうほんとすがすがしい、うん、感じでですね、まあ朝もう早く起きて
まあ、やっぱり空気が違うんですよね。でそこで、まあ、コーヒーとトーストを火事になったらですね、まあ、モーニングをするっていうのが、まあ、本当に一番気持ちいいかなと。まあ、特にその軽井沢の四季全て好きなんですけれども、特に今の時期ですね、新緑の、はい、新緑でもう薫風の黄金ですね、5月がやっぱり一番好きかなっていう、まあ、緑もすごい青とですね、でまあすごく変化も激しいですし、まあ、本当にもう木々が芽吹いて、息づいてるっていうのは、この時期すごく感じるんですよね。ちょうど綺麗ですね。はい、ね、こうプレスコーポレーションのね、サード室に、うん、本当に景色が綺麗ですね。芽吹いて、まさにね、そうなんですね。そういう中で、コーヒー飲みながら読書したりとかですね、あとは本当にもう、そういう中、森林浴で気分転換したりとか、そうですね、あとは軽井沢でやっぱり野菜とか美味しいので、まあ、本当に美味しい空気を吸いながらですね、美味しいものを食べ歩くっていうのが、まあ、私はすごい好きだなと思います。あれですね、散歩コースとかってなんか定番であるんですか？定番こう回ってる、そう、それこそエリちゃんと一緒に多分朝はやっぱりいや、エリちゃんと一緒もうね、基本的にはうちの周りを周回なんですけれども、まあ、時々やっぱり季節によって、まあ、雪が降ったりとか、あとはまあ今こうコロナって本当に気持ちいいんで、まあ、千ヶ滝の方にですね、はい、行ったりとか、あと龍ヶ石の滝とか、夏はですね、まあ、そこら辺とかすごく真夏でも本当に涼しくて気持ちいいんで、まあそういうところを選んで行ってるっていう感じですかね。まあ本当、まあ、今の頃も好きなんですけれども、あとは冬が好きですね。結構軽井沢っていうと、ね、寒くて、ね、で雪もなかって、ね、よく言われるんですけど、実は人もね少なくて、で空気も澄んで、まあ本当にね空気がきれいだからダイヤモンドダストがね、時々やっぱり見えるので、見えるんですね、結構本当に感動しまして、でまあ本当この子を飼い始めてからですね、雪がもう大好きなもんですから、まあ、今までね雪かきとかめんどくさいなと思ったんですけれども逆に今雪どんどん降ってくるとと思うと全然雪降らないんですよね、ここ本当1、2年前で、ね、そうですよね、またね彼らとワンちゃんと一緒に行けるスポットも多いですもんね、パフェとかね、それは本当にありがたいですね。レストランでも本当にこんなに犬を受け入れてくれる街って多分ないと思うんですよね。ないですか、はい、まあ、よくねあのデッキとかまでだったらいいよっていうレストラン、ほとんどのレストランはそうなんじゃないですかね、カルザーだと。あと本当にもうその建物の中にもどうぞっていうようなレストランもあるんで、まあ、本当に冬やなんかは中に入れさせてもらえるレストランがあるっていうのはすごい助かりますね。おそらく日本全国でもこんなに犬に優しい街って多分そうはないと思いますんで、まあ、ドッグツリズムなんかもね、そうですね、観光協会とかにもね、はい、ペットフレンドリーの話をしてるじゃんね。ね、そうですね。どうですか、実際軽井沢にこう移住されて、移住される前の軽井沢の印象と実際こう住んでみて、で、うん、何かこうギャップとか変わった点ってそうです、ね、ありますか？まあ、やっぱり最初はその週末しか来てなかった時っていうのは、やっぱりその月並みにアウトレットでバーゲン飲んだりとか、あと週末しか来てなかった時っていうのは、やっぱりその月並みにアウトレットでバーゲン飲んだりとか、あとはまあ自転車サイクリングっていうような感じで、どちらかというと表面的な軽井沢しか見えてなかったんですけれども、まあ、本当にこちらの方に住むようになったら、まあ、軽井沢奥が深いなと、まあ、特に本当に自然、文化、歴史っていうところで、いや軽井沢ってこんなに奥が深いんだっていうのをですね、まあ、知れば知るほど、まあ、本当に毎日が新鮮っていう、まあ、そんな感じですね。